一度は訪れてみたい青森県にある津軽半島。津軽半島周辺の7つの観光スポットをご紹介。行ってみたいところがありましたら高評価をお願いします。他におすすめなスポットがありましたらコメントで教えてください。立ちねぷたの館は青森県五所川原市にある観光施設で、巨大な立ちねぷたの展示や制作風景を楽しむことができます。駐車場は立ちねぷたの館正面に有料駐車場があります。駐車料金は最初の1時間は200円で、1時間以後は30分ごとに100円です。営業時間は4月から9月は9時から19時、10月から3月は9時から17時で、入場料は大人650円、高校生500円、小中学生300円です。料金を支払い、展示室に入っていきますと、高さ約23メートルの巨大な立ちねぷたが常設展示されています。下から見上げる立ちねぷたは迫力がありますね。観覧順路はエレベーターで4階へ上がりまして、螺旋通路を歩いておりながら、様々な角度で立ちねぷたをご堪能いただけます。また、室内に設置された大型スクリーンには、立ちねぷたと五所川原市を紹介する映像が映し出され、祭りの迫力をお伝えします。スクリーン上映時間が案内されてますので、確認してください。その他にも1階のカフェや売店、6階の展望ラウンジなど、いろんな体験をできる場所がありますので、ゆっくり時間をかけて満喫してみてください。マルコーセンターは青森県五所川原市にある生鮮市場で、地元の新鮮な食材が豊富に揃っています。そしてここのおすすめは名物ののへ丼を食べることですかね。営業時間は8時から18時、定休日は日曜日になります。駐車場は店舗横にあります。店内には北海道や青森県内で採れた新鮮な魚介類が並び、特にシジミやホタテ、イカなどが人気です。海鮮系が苦手な方でも揚げ物が充実してるので食事を楽しめます。こちらは500円で販売されているのへ丼用の刺身盛り合わせです。マグロ、タイ、甘エビ、ブリ、エンガワなど500円では充実した内容ですね。のへ丼用のライスは200円で別売りです。朝8時から営業してますので、朝ごはんにのへ丼なんていかがですか？太宰治記念館斜陽館は青森県五所川原市にある文学ファンにとって必見の観光スポットです。太宰治記念館斜陽館には無料駐車場がありまして、約50台ほどのスペースがありますね。営業時間は9時から17時、最終入館は16時30分です。休業日は12月29日になります。入館料は大人600円、高大学生400円、小中学生250円です。太宰治の生家である斜陽館は、明治の大地主である対馬源右衛門が1907年に建てた入母屋造りの豪邸です。
戦後、対馬家が手放し、昭和25年から平成8年まで旅館、社用館として利用されていました。680坪の広大な敷地に建てられた豪邸は、明治時代の貴重な木造建築としても見応えがあります。こちらは、金木観光物産館、三直メロス。営業時間は9時から18時で、休業日は12月30日から1月2日です。店内には地元で採れた新鮮な野菜や果物、海産物、工芸品などが豊富に揃っています。果物は少しお手頃感があったので、宿泊先で食べるために買っちゃいましたし、撮影で歩き回った疲れを癒すために、甘いデザートを食し、太宰治がプリントされたお土産も購入できましたね。店内の食堂では、金木名物の馬肉を使った料理も食べれます。金木名物の馬肉料理を食べたことがある方で、味の感想や美味しいお店の紹介など、コメントで教えてください。その他にも津軽三味線会館や雲昌寺が近くにありますので、一緒に見学してみてください。高山稲荷神社は青森県津軽市にある美しい神社で、観光客に人気のスポットです。車で来ることが当たり前な場所なので、駐車場もかなり広くなってますね。参拝時間は午前7時から午後6時ですが、参拝時間外のお参りはご遠慮ください。ペットの同伴も禁止されてますので、お気をつけください。こちらは高山稲荷お休み処です。種類は少ないですが、お土産も販売されてますし、休憩スペースもありますね。メニューは和菓子とドリンクのみですね。高山まんじゅうとジンジャーエールをいただきました。どちらも美味しかったですね。お手洗いはお休み処の外にありますので、参拝前に済ませておきましょう。ここから先は階段もあり、高低差がある地形になります。歩きやすい靴を履いておくといいですね。階段のない遠回りコースもありますが、どちらを進むかはお任せします。ここはゆっくり登っても疲れますよ。高山稲荷神社の創建年代は不明ですが、鎌倉時代から室町時代にかけてこの地域を統治していた豪族安藤氏によって創建されたと伝えられています。江戸時代には稲荷信仰が隆盛し、現在のような大規模な神社となりました。高山稲荷神社の参拝が終わりましたら、こちらの階段を降りていき、千本鳥居へ向かいましょう。もちろん帰りはここを登っていきます。千本鳥居を奥まで進んでいきますと、こちらの見渡せる場所まで来れます。鮮やかな朱色の鳥居が連なる千本鳥居は、異世界のような雰囲気を醸し出してますね。歩く距離はそこそこありますので、時間に余裕を持って散策していきたいですね。竜飛崎は青森県東津軽郡外ヶ浜町に位置し、津軽半島の最北端の岬になります。こちらは津軽海峡冬景色火曜日側にある無料駐車場です。トイレが離れてないので便利な駐車場ですね。ここには石川さゆりさんのヒット曲、津軽海峡冬景色の歌詞があり、ボタンを押すと曲が流れます。ここから見渡す津軽海峡は、北海道の松前半島がうっすらと見えます。強風がすごかったですが、晴れてて素晴らしい眺めでしたね。こちらは灯台側にある駐車場です。
駐車場にある売店ではお土産やイカ焼きなどの軽食も販売されてました。こちらの道を行きますと龍飛崎灯台へ行けます。龍飛崎灯台は日本の灯台50選に選ばれた白亜の円形灯台ですね。灯台の反対側にはレストランがあり、その先には辰巳橋など散策スポットがあります。この日はかなりの強風だったので帽子を飛ばされていた人がいましたね。ぜひ一度は龍飛崎の景観を見に来てみてください。青函トンネル記念館は青森県東津軽郡外ヶ浜町にある観光施設で、世界最長の海底トンネルである青函トンネルの歴史や技術を学ぶことができます。駐車場はかなり広くて普通車178台、大型車10台くらいあります。駐車場側にもお手洗いはあります。新商社用駐車場は建物側にありますので車で上まで登ってきてください。営業時間は8時40分から17時、休業日は冬季閉鎖期間があります。詳細は公式サイトで確認をお願いします。館内の無料エリアには売店やレストラン、お手洗いなどがありまして、有料エリアへはこちらでチケットをご購入してください。展示ホールの入館料は大人400円、子供200円です。展示ホールでは青函トンネルの構想から完成までの過程を音と映像、立体モデルなどを使って分かりやすく紹介しています。過酷な条件下での工事に挑んだ人々の情熱を感じることができます。展示ホールの見学の後は青函トンネルの体験行動へも行きましょう。体験行動乗車券は大人1200円、子供600円になります。日本一短い私鉄、青函トンネル龍飛社交線、モグラ号に乗って海面下140メートルの体験行動駅に約7分ほどで降り立つことができます。約30分ほど体験坑道内を散策しながら、実際に掘削に使われた機械や器具などを見学できます。スタッフさんによると、梅雨の時期は坑道内の湿度が高くなるので蒸し暑い環境に注意が必要とのことです。鶴の舞橋は青森県北津軽郡鶴田町にある美しい木造の三連太鼓橋です。令和6年9月1日から令和7年3月31日まで老朽化による補修工事のため通行止めでした。富士見湖パーク第1駐車場は令和2年4月11日より有料化しております。駐車場営業時間は8時から18時、時期によって変更しますのでご注意ください。駐車料金は普通車300円、大型車1000円です。駐車場には売店もありまして、営業時間は9時から17時で年中無休で営業しております。ここにもあるじゃでは鶴田町の名産品やお土産を多数取り扱っており、お食事やひんやりスイーツが楽しめるイートインスペースもございます。個人的に美味しかったおすすめがありまして、果汁 100% の鶴田スチューベンです。氷が多くて量があれですけど、濃厚なジュースが非常に美味しかったです。こちらは売店で販売されているスチューベンが使われたブドウサイダー、多分美味しいと思うのですけど、 100% ジュースの後に飲むと。鶴の舞橋方面へはペットを連れてのご入園はご遠慮ください。鶴の舞橋へ向かう途中には富士見湖パークがありまして、花々を楽しんだり公園内の散策ができます。
鶴の舞橋は全長300メートルで日本一長い木造の三連太鼓橋ですが、見ての通りただいま補修工事中です。令和7年4月には補修工事も終わりますので、ぜひ来てみてくださいね。